静岡県浜松市ペットのブリーダーワンブーより10月19日に生まれたフレンチの赤ちゃんの紹介をします。ひとしきりおっぱいを飲んで、すでにみんなおねんねタイムです。まだ一人一生懸命飲んでますけど、お腹いっぱいですかね、皆さんは。基本おっぱいを飲んでるか、寝てるか。まあ赤ちゃんの仕事はそれなので、たくさん飲んでどんどん大きくなってください。